お待ちいただいている皆様、大変申し訳ございません。いつもご視聴ありがとうございます。家柄アフト KMT、ほのかファクトリーの塩見です。すいません、ちょっとね、やってしまいました。ここ数日ですね、時間外っていうのはね、ちょっと私のエンジンの整備をやっていて、で、営業時間内っていうのは、今お預かりしているスイートナンバーの車両製作だとか、ワンオフのね、パーツ類の製作っていうので、かなりとっちらかっております。マシングセンターもフル稼働させているような状況で、なかなかね、こう、余裕がなかったっていうのは言いがけになっちゃうんですけど、実はですね、大変失礼なことをしでかしてしまいまして、いつもですね、その、WIX って言ってね、その、当社のウェブですね、元KMT.com と、それから家がラフト .com、こちらのね、2つのサイトを Google の WIX っていうね、ソフトウェアを使って、クラウドソフトを使って運用しております。で、通常はですね、私の携帯電話の方に、iPhone の方に、ピロリンっていうことで、まあ、お客様からの注文が入った際に、通知が来るんですよね。で、あ、新しい方の注文が入った、オイルが何リッター注文が入ったっていうことで、気づいてはいたんですが、なんか6月に入ってから、その私のね、その iPhone の調子なのか分かりません。通知が来なかったんですね。で、そのログインして、まあ、ホームページの中にログインしてね、要は新規注文、受注表を見れば、確認できていたものを確認もせずに、すいません、6月の3日の注文分から、今日まで、皆様の注文確認が、できておりませんでした。本当に申し訳ございません。はい、すいません、もうちょっとね、これ謝るしかないんですけど、で、これがね、発覚したのがですね、昨日、お客様が、WIX の方に、ホームページの方に注文をかけたんですけど、要はね、注文受け付けましたのメールが届かなかったので、もしかしたらと思って、私の注文が入ってますでしょうかっていうお問い合わせがありました。で、その時に私の iPhone 見たんですよね。で、注文が入ってないんですよ。で、おかしいなと思って、ログインして確認しました。そうしたらね、なんと7件も注文が溜まっておりまして、今日ね、慌ててっていうかね、急いで発送準備をさせていただいております。もうね、まだ届かないのかって待たれてるお客様かなり多いと思います。申し訳ありません。今日ね、8便、とりあえず荷物を発送させていただきます。申し訳ありません。本当に今後ね、ちょっとこのようなことがないように、再度ね、細かく確認をしていくように、気をつけますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。そしてですね、当社の注文のね、大半を占めているのが、ルバード。こちらのね、エンジンオイルシリーズ、かなり、注文をいただいております。ありがとうございます。で、いろんなね、販売店が、いろんな、でもそんな多くないんですけど、販売店がある中で、岡山県の当社をね、選んでいただいたこと、本当に感謝しております。今後もね、頑張ってやっていきますので、とりあえずね、今、二輪業界でいうと、ルバードの販売量、多分ね、日本一なんじゃないのかなって自負しております。で、四輪はね、なかなか四輪の世界に食い込むことがなかなかできないので、四輪の販売量はそこまでではないんですが、二輪部門で言うと、今トップを発射していただいてるんじゃないかな、なんて思っております。はい、自負です。はい、すいません。で、先日からね、それこそ、ちょっと躍起になってやっているエンジンの、確認っていうことで分解をして、今エンジン、シリンダーヘッド、シリンダー、ピストン類、すべて分解して確認しました。で、前回の、デグナライディングフェスタ、岡山国際サーキットのサーキット走行で、エンジンオイルを1リッター強消費してしまうというね、人生初のトラブルですね、に、ぶつかってしまいました。で、
エンジンの方を確認しようと今、全部確認はしているんですが、オイル下がりの傾向は見られない、ステムシールもしっかりしてますし、バルブガイドにもガタがほとんどないです、出てないです。で、規定値内に全然収まっています。それからピストンリングの張力もパツンパツンにまだあります。シリンダーもクロスアーチが残るぐらいの状況です。ただ、一点ですね、気になるところは、2番シリンダーのピストンのピストンリング、合い口がね、回っていて、セカンドピス、セカンドリングが、ファーストリングのね、合い口に近づいていた。これがね、2番気筒の吹き抜けの原因、少しあるのかなっていうところで思っております。で、今回、サーキットで使用させていただいた、ワコーズ WR50S、20W50、このオイルのね、一応ね、解析、分析をしていただきました。ワコーズさんにね、していただきました。でね、その結果で、まあ、今回ね、2時間半走行したんですけど、オイルの劣化は見られなかったんですね。油圧もしっかりしておりました。でね、分析結果が、まあ、届いたので、まあ、一応ね、分析結果報告書っていうのが届きました。よりね、難しくなったかな。オイルが壊れている、もしくはオイルの中に金属粉やガソリンが混ざっていてエンジンが壊れているっていう結果が出ればね、納得いくんですよね。だけどオイルの粘度も問題ありません。まあ、これ油圧かかってたんで問題ないと思います。オイルの粘度は問題ないです。オイルの方には異物の混入はありませんでした。ガソリンもほとんど入ってませんでした。じゃあ何よって、じゃあ何なのよって思っちゃいますね。とりあえずね、今回のオイル商品に関して、まあエンジン側ね、開けてみたところのトラブルもないんですよ。ないです。なのでもう本当に分かりません。で、ピストンリングの合い口から吹き抜けているのにもかかわらずガソリン分はほぼ混入していませんし、ちょっとね、で、オイルリングしっかりしているのでオイルが上がってるようなね、兆候もあんまりないんですよね。なので難しいよなって思ってます。まあとりあえずね、まあエンジンオイルと私の車両との相性っていうことに、まあ結果をね置いてということでね、ちょっと今回はすいません、ちょっとね、このエンジンのね、トラブルにちょっと悶々としていて、なんかね、時間外で本来やっていた作業ができませんでした。ということでね、ちょっと今日、お荷物のね、発送は、責任を持って、させていただきますので、ご注文をいただいて、かつ、お待ちいただいている皆様、申し訳ありません。本日発送しますので、少しお待ちをいただければと思います。はい。ということで、今回はね、ちょっと皆様にお詫びと、それからね、エンジンオイル、および、私のエンジンの、トラブルの原因、探求というところで動画配信をさせていただきました。迷惑かけてます。事務所にね、本当になかなか上がることができなくて、で、作業を朝から晩までずっとね、詰めてやっているので家族にも迷惑をかけてしまいます。このあたりね、ちょっと時が来れば落ち着くのかなと思いながら、頑張っております。じゃあまた、次回の動画でお会いできたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。引き続きね、エンジンの動画と、あとね、抜き打ちで足回りの動画っていうのも配信していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。